ールドが狭いー。今回はこんな狭いワールドでサバイバルするの。こんなに狭かったらできることめちゃ限られそうだよ。まあまあそう慌てないでください二人とも。今回のこのワールドボーダーは経験値レベルによって広がっていきますよ。ちゃんと広がっていく予定があってよかった。今回は経験値がサバイバルの鍵になってるんだね。今は何一つ経験値ないけどね。でも、これだけ限られた範囲だと、経験値を稼ぐことも結構大変そうだけど、安心してください。そのあたりのアイテムもしっかり実装しているので、バッチリ実装済みだった。ということで今回は、経験値レベルを上げてワールドボーダーを広げながら、レベルに応じた経験値用アイテムを使用しつつ、経験値1億レベルを目指しましょう。まさかの1億シリーズだった。ではまずは経験値レベル1を目指しましょうか。今回の目標は1億、まだまだ道は長いですよ。今回は1億シリーズの経験値の出番なんだね。経験値1億レベルってそんなことできるの？トラックタワー何年起動したら到達できるのって感じだけど、今回はそのレベルに到達するためのツールやイベントがありますよ。なんかヤバそうなアイテムが実装されてそうだな。まずは経験値レベル1を目指さないとだけど、この範囲に経験値をゲットできるものってある？あ、石炭が出てきたよ。よかった、この範囲内に石炭があって。かまどで精錬すれば、経験値を手に入れられますね。あ、なんだ銅鉱石もその下に眠ってるじゃん。まずレベル1は達成できそうだね。石のツールに持ち替えてっと。お、なんか早速アイテムが手に入ったよ。経験値マルチツール？あ、ワールドボーダーが広がったみたいだよ。いいねいいね、少しずつ広がっていくね。名前にマルチツールとある通り、そのツール一つであらゆる役目を持っています。あとそれでブロックを壊すごとに経験値が増えていきます。でたー、早速経験値関連のアイテムだ。ほんとだ、経験値がどんどん溜まっていくよ。あらゆるツールとして使えるということは、石もツル橋みたいに？おー。これだけあればブロックを壊すのは困らなくなるんだ。この世界にはそんなツールもあるんだね。マイクラの世界は様々なツールで溢れていますからね。さて主さん、そのマルチツールを使って、次は経験値レベル10を目指しましょうか。このマルチツールがあればレベル10は楽勝だよ。だって掘り進めるだけで経験値が溜まっていくんだもん。はい、レベル10になりました。また新しいアイテムが出てきてるよ。経験値を使って回せるガチャ。その通りです。溜まっている経験値を消費して、ランダムでアイテムをゲットできますよ。経験値が足りない。どれぐらいの経験値があればガチャ回せるんだろう？ガチャを回すには、レベル20は必要なんですよね。結構高いレベルが必要なんだね。って思ったけど今回は1億目指してるんだった。あれ？ちょっと待って。マルチツールで増える経験値ってこんなに多かったっけ？もうレベル20についちゃったの。地味にレベル10到達した時にマルチツールがグレードアップしてます。あのタイミングでアップデート入ってたんだ。経験値レベル30に到達。これでガチャを回せるようになったかな？おー、回せた回せた。セブン君の手元に鉄インゴットが5個出てきたよ。はい、まずは鉄を引き当てましたね。他のアイテムも当ててみたい。再び鉄ゲットです。もう鉄は大丈夫なんだって。っていうか鉄ならこの洞窟で取れてるし。あ、また経験値が足りなくなっちゃった。また経験値集めないと。ちなみに次の目標経験値レベルは100ですよ。100なんていける気がしないけど。マルチツールでブロック壊しまくれば、レベル100に届くかな？この経験値の増え方だと、レベル100まではさすがに何日もかかりそう。敵モブパラダイス。地上に戻ってきたらめちゃくちゃ敵モブ出てきてたんだけど。ワールドボーダーによって世界が狭くなっているので、その分敵モブが湧き出る範囲も限られていますからね。だからここに敵モブも集まってきてるんだね。それで今こんな大乱闘になってるんですけど、一体ずつ着実に倒していこうのー。すごい経験値レベル上がったんだけど。今スケルトンを倒しただけで、レベル10ぐらい上がったよね。そう言ってる間にもどんどんレベル上がっていってるよ。なるほど、ブロックの次は敵モブとの戦闘だね。ザッツライトです主さん。今度は敵モブを倒した時の経験値が跳ね上がっていますよ。これならレベル100到達も狙えそうだ。いや、これだけ経験値ゲットできるなら、ガチャを回しまくる。今の一瞬ですんごいたくさんのアイテム手に入ったよね。ゲットできたのが、追加でダイヤモンドとエンダーパールと、金人参。うっとー、やっぱ今回のガチャもわかってるわ。このガチャ、使うのが経験値レベルじゃなくてポイントだから、レベルが上がれば上がるほど実質消費量は少なくなるね。マイクラの経験値は、レベルが上がれば上がるほど、レベルアップに必要な経験値ポイントがどんどん増えていきますからね。このそのうち無限にガチャ回せるようになるんじゃない？やはり時代はマルチツールだった。見よこのブロックを壊す速さ。
マルチツールだから、葉っぱを壊すのも早くなるんだ。ハサミとしての機能も持ち合わせているので、葉っぱを壊すのもこのスピードになるというわけですね。ノー、レベル100に向かって全速前進だ。さあ、レベル100になった。うわ。急にネザーに飛ばされたんだけど。しかも、ここネザー要塞だよ。ネザー要塞探索をしなくていいのはありがたい。ネザー要塞に飛ばされたってことは、次はブレイズとかウィザスケが関係してくるってことなのかな？ザ・ツライトです、主さん。敵モブを倒した時のレベルアップも少なくなってきたし、次の目標レベルは1000ですからね。何体敵モブ倒せばいいんだ。ネザー要塞の敵モブ対応脇はさすがに怖いから装備強化しようっと。ぬおー、とにかくガチャを回しまくれ。経験値を爆上がりさせる手段が見当たらない。ありますよ、主さん。鍵となるのはブレイズロッドです。やっぱブレイズ関係あったんだ。それでブーツを作れます。まさかのブーツ。でもブーツと経験値、関係なさそうだよ。そうだよ、このブーツと経験値、一体何の関係が？とりあえず装着してみてっと。お、火炎耐性がついた。これでネザーは私のお庭になった。火炎耐性がつくと入れる場所といえば？マグマ。え？マグマに入ったら何か起きるの？とりあえずセブン君、マグマに入ってみようよ。火炎耐性ついてるから、今日のマグマは温泉みたいだ。うわぁ、経験値が爆伸びしてるー。そういうことだったんだ。経験値を増やす手段まだまだありますでしょ。ということで経験値がレベル1000に到達するまで、この温泉でのんびりしてようっと。あ、せっかくだから温泉入っている間にガチャも回しておこうっと。ガチャを回してもどんどん経験値が増えていきますからね。ほんとに無限ガチャになっちゃった。は、急に買い物イベント起きたよ。経験値レベル1000で武器を買いますか？買います。セブン君の経験値レベルがほぼゼロに戻っちゃったけど、すんごいペースでまた増えてる。主さんはまだマグマの中にいますからね。経験値レベル1000で買った武器、ランチャー系っぽいけど、これは買ってよかった感じありそう。さらにレベル1000に到達したということで、エンドポータルフレームも支給されましたね。今回は自分でエンドポータル作るスタイルなんだ。ってことは、次のステージはエンドになるんだね。このウィザーランチャーでエンドラを倒そうっと。そもそもネザーからエンドっていけたっけ？うちもそれ思った。ネザーとエンドの移動って、できるのかな？できなかったら表の世界に戻らないとだけど。エンダーアイの素材は、余裕ありますね。ワールドボーダーの範囲内にブレイズスポナーあったし、ブレイズパウダーは問題なしでしょ？そしてエンダーパールは、経験値ガチャでゲットできてるでしょ？この時のための経験値ガチャでもあったんだ。あとはエンドポータルが開くかどうかだね。バッチリ開きましたー。ということで次のターゲットはエンダードラゴンです。エンドラを倒して次のステージへ行かせてもらう。まずはエンドクリスタルの破壊から。さっき買ったウィザーランチャーが活躍してくれそう。鉄格子の破壊はできないかー。主さん、そのウィザーランチャー、もう一つ弾薬があって、シフトを押しながら撃ってみてください。ほんとだ、弾の種類が変わった。爆発の威力が上がった。これなら鉄格子クリスタル貫通できるかもだけど。届かない。射程距離がだいぶ短くなってしまいますね。これはブロック積み上げてクリスタルに近づかないと。絶対に近づかないでください、エンドラさん。きたー、ぶち壊せるぞ。よし、これで厄介な接合子クリスタルは破壊完了。あとはノーマルモードのウィザーランチャーでいけるかな。あ、エンドラ休憩タイム来た。この爆発モード、どれだけダメージ入るのかな。いや、クリスタル壊さないとわかりづらいか。何回もエンドラダメージ受けてたよね。なに、こっち向いてるけど全然来れてないじゃん。でもちょっとずつ近づいてきてるよ。うわぁ、逃げろー。なんだったんだ今の。惜しい、ノーマルモードでも破壊できる。ノーマルモードの方は、一直線に飛んでいくので、エンドクリスタルへの照準合わせも楽にできますね。ただ、一直線がゆえに、下から見えないところにあるクリスタルは。結局ブロック積んで上から撃つしかない。あ、またエンドラ休憩タイム入ってる。これ、エンドラさんこっちに飛んでくるよね。吹き飛ばされる前にクリスタル全破壊できるでしょうか。そもそも突進してくるの諦めてくれたみたい。これが当たれば全破壊完了。ブレスが来てるよ。危ない。
よかった、エンダーパール間に合った。おし、あとは休憩タイム中にウィザーランチャーを撃つだけ。爆発モードで撃つと、着弾点にウィザー状態のエフェクトを残すんですね。しかもそのウィザー状態、エンドラにも効くってことは、相当強力なウィザー効果ってことだよね。さすが、レベル1000で購入した武器なだけありますね。よしよし、じわじわ体力削れてるね。ラスト一発。ウィザーランチャーでエンドラ討伐完了です。さあ、経験値1万レベル。エンドラを倒した時にもらえる経験値がいつもと全然違うね。これが経験値1億レベルを目指す世界。経験値レベルが1万を超えたことで、ワールドボーダーがなくなりました。ワールドボーダーがなくなったってことは、エンドシティ探し放題。次またボス戦とかあるかもしれないし、エンドシティの宝箱で装備整えておきたいところ。でも、ここからどうやって経験値増やすんだろう？またマルチツールの性能が上がってたりして。この中身めっちゃ変わってるんだけど、そしてまた経験値関連のアイテムある。エンドシティの宝箱も、1億経験値に関連したものになっていますね。こんなところまで1億シリーズの影響を受けているとは。そして、このエンチャントボンの内容が、モーリーモーリー。そしてもう一つの方が、おわーもうすんごいぞ。EXP 回復？なんだか気になるアイテムがどんどん出てきてるね。ここに来て新規アイテム勢がめちゃ増えてきてるよ、エイカちゃん。あともう一つ気になるのは、残響のかけらってこんな色だっけ？今この EXP 回復持ってみたんだけど、このレベルですらまだ足りないの。どれだけ経験値レベルが必要なのかな？そしてこれ、EXP ドリンクは？飲んだらレベル10万から30万プラスされる飲み物です。どんな食べ物なの？ドリンクたくさん飲みました。さらなる経験値上昇のために、リミッター解除するためのトリガーがあって、それがエンダーウォーデンを倒すことなんですけど。なになにエンダーウォーデンって？宝箱に入っていた残響のかけらを、今ここで使います。ウォーデン召喚のためだったんだ。不死のトーテムも複数個あるし、ウォーデン相手でもいけるでしょう。うわぁ、やっぱいつもと色が違う。でも特別攻撃力が高いとかではないみたい？相変わらずの衝撃波の威力ですね。EXP 回復使ってみよう。うわぁ、めちゃくちゃ回復するじゃん。でもその分すんごいスピードで経験値が減っていったよ。今の一瞬使っただけで3万レベルぐらい減りましたもんね。消費経験値レベルの次元おかしくなりすぎてるんだけど。そう、これが EXP 回復アイテムの能力。凄まじい回復能力を持ち合わせているものの、その分消費する経験値がとんでもないことになっています。これは1億シリーズじゃないと使えないわ。え、待ってどこ行った？うわぁ、ウォーデン見えないのに衝撃波飛んできたんだけど。ということはもしかして。これは間違いないですね。エンダーウォーデンは透明化できるんです。なにぃ。透明化からの衝撃波は無慈悲すぎるって、一旦殴られたなんて。衝撃波を打ってからすぐにパンチ。しかも主さんは距離を取っていたはず。これはテレポートしていますね。いや、ファーリー。ウォーデンの力に、透明化とテレポート能力？絶対組み合わせちゃダメな能力だって。やっぱ島の端っこまで逃げてきちゃった。なんとかエンダーパールを使って折り返したい。しかし暗闇効果で状況がわかりません。待ってこれ終わったかも。うわぁ、なんだよもう、また透明化かよー。ちょ待ってこんな狭いところでは無理だって。うわぁ、ウォーデンが強すぎる。しかし主さん、まだ対抗策はあります。それがこちら、停止魔法です。どんどん新しいアイテムが出てくるね。こちらはレベル100万到達したら宝箱から出るようになるんですけど、その魔法があればかなり戦いやすくなるはずです。ただ、この魔法を使う時も経験値を消費するので、またあのドリンク飲み直さないと。宝箱を探索して、再び装備と経験値を整えた。リベンジマッチだ。ウォーデンが動かなくなってる。これが停止魔法の力です。使用すると、10万経験値レベルを消費して敵の動きを10秒間止めます。この魔法も消費経験値量の次元が違いすぎるけど、これなら勝てるかもしれない。それでやっぱ、透明化とテレポート両方使ってきてたね。ぬお、今テレポートしたところ見えたぞ。距離を取ったと思ったら、すぐ近くに来ることもあります。気を一切抜けない相手になっていますね。しかも経験値は100万レベルあるけど無限ではないから、こっちが先に経験値切れを起こしたら終わりだよ。残り経験値との戦いでもあるんだね。
もうちょっと経験値レベル上げておけばよかったかな。いやレベル100万もあって足りないとかこの世界だけでしょ。停止魔法で足の動きは止められても、衝撃波発動自体は止められませんからね。ただ、剣で直接攻撃できるようになったのはでかい。これならいけるぞ。経験値レベルが限界に近づいてきています。60万レベルもあれば余裕に見えるかもしれないけど、これけ、こう、ピンチ。直接攻撃はおしまいにしよう。ここからはウィザーランチャーで慎重に攻撃していく。残り経験値レベル、あと37万です。回復する分を残しておきたいとなると、もう停止魔法は使えない。ボーデンの残り体力が気になりすぎる。今、倒した落としなかった。おわー、倒したエンダーボーデンを倒したのでリミッター解除完了です。リミッター解除しすぎだって、待ってこれ永遠にレベル上がり続けるの21億レベル突破したらまたゼロに戻るんですね。何その仕組み。